はい、こんにちは。今日はセルフコーチングの話をしていきます。感謝の気持ちっていうのが幸福度を高めますよっていうことをテーマにですねお話をしていきたいと思います。でこれはなんでかっていうとですね、コーチング生を今僕抱えてまして、そのコーチング生の子がですね4月くらいから、ちょっと何かを目指すよう目標ゴールを立てて目指すとやっぱりそこになれなかった時とかそこに到達できなかった時のギャップがしんどいっていうようなお話になったりしたんですよね。じゃあそのギャップを感じてしんどいっていうふうに思うくらいだったら、じゃあ自分のそのレベルの底上げっていうのをすることによってある程度じゃあそのレベルから目指すものを探していこうっていうような取り組みにちょっと変更してみたんですよ。なので一つのこと、彼の場合一つに限らずいろんなことを取り組んでる中で今日はその一つを取り上げようと思うんですけど、一つのことをやり続けていって、で起こった変化から起こったレベルアップからどこを目指そうかっていう話に持っていきました。で、そんないろんな彼が取り組んでいる、今3つか4つくらい取り組んでいるんですよ。3つか4つくらい取り組んでいる中の1つに、1日5つの感謝を書くっていうことを今やってるんですね。で、前回セッションしたのが6月の終わりくらいですので、ちょうど2ヶ月くらい経ってみて、彼の心境の変化っていうのをやってきたんですけど、まず一言目に言ってくれたのが、見えてきた世界が違うというふうに、世界の見え方が変わったっていうことを言ってくれたんですよ。で、例えば些細な感謝に、些細なことに気がついたりとか、当たり前と思っていたことにも、やっぱりその人がいないと、これって成り立たないんだなっていうことに気がつくことができたと。で、やっぱりそういう当たり前のことが、当たり前じゃなかったっていうことに気づくことによって自分の仕事の質も変わったし、やっぱりクライアントの顔が見えてきて、今までささっと流してたことっていうのも細部まで気をしっかりと使って、この部分にこの部分の言葉一つ違うだけでやっぱり相手の印象とか変わってくるなみたいなですね、細かな変化っていうのが見えてきたということなので、これはすごいやってて自分のその視野が広がっていくし、やっぱり人との接し方っていうのも自分の心境大きく変わってきたから、これは3ヶ月もやっていきたいということで、今6月から4月にかけても継続していってもらってるっていう形なんですよね。1日5つの感謝を、ノートか何かに書いていると、彼の場合はワードに一個一個書いていってるみたいなんですけどね。はい。で他にもですね、そういうことをやっていくと、幸福度がアップしたりとか、運動習慣が身についたりとか、あるいはですね、お金が貯まると、やっぱりストレスが貯まると物を意味もないのに買っちゃうっていう傾向ってやっぱあるんですよ。暴飲暴食したりというので一緒で、やっぱ暴飲暴食するためには何かそのお酒とか食べ物を買ってくる必要ありますから、結局お金を散財してしまうっていう、割れごとずくめっていう感じですよね。なのでそういったこともなくなりますんで、結果お金が貯まると貯金につながるというところなんです。なので彼自身が言ったのは、やっぱり自分のおかげで何かがうまくできているというよりも、他人の人のおかげで、より自分の、生活の質とか仕事の質とかいろんなものが良くなっていっているんだなっていう風に、考えられるようになったっていう風になってますんで、言ってましたんで、ぜひですね一日一つの感謝っていうのを書いていきましょうというところが、伝えたい部分の一つになります。とはいえいろんな観点からどうせ出るなら楽しんで取り組めるものっていうのが一番大事だと思うんですよね。ってなった時に、同じように幸福度が上がって、かつそれが半年以上キープできるっていうトレーニングが一つ見つかりましたので、これは今私自身も今目下継続中というところであるんで、私自身が実験台になりながらですねやってるんですけど、非常にですね短期なところがあったんですけど、だんだん穏やかに慣れているかなという気分ではあるので、ちょっとずつその効果が出ているという実感がありつつというところでしたというところですので、ぜひ皆さんにも試していただきたいなということで、6週間で、あなたのマインドを変えていくメンタルトレーニングということで今日はご紹介をします。はい。で、これはですね6週間と言いながらも6つのことに1週間ずつ取り組んでいくっていう内容になります。まず1つ目が、その日にあった感謝できることっていうのを思いつく限り日記をつけてみましょうと。なのでさっきのコーチング生にやったような1日5つの感謝書きましょうみたいな、そういうことでも大丈夫です。はい。思いつく限りのちょっとした感謝を書いていきましょうと。例えばエレベーターに乗ろうと思ったら、あらかじめ乗ってた男性の人が開けてくれたとかですね、エスカレーターの道を譲ってくれたとか、なんか登る系ばっかりですねっていうような感じで、ちょっとした些細な感謝でも全て、書き連ってみると、書き連ねてみるというような感じです。これを1週間続けてみましょう。7日間ですね。で続いて、2週目は、今当たり前のことができなくなったら
ていうことを紙に書き出していきましょう。例えば何かっていうと、水道をひねったら水が出るじゃないですか。で、水道をひねって水が出なくなったらどうしますかとか、あるいは今ボタンポチって1個押したら電気がパッてつくじゃないですか。その電気がつかなくなったらっていうことを考えて、今の生活にあって当たり前のものがなくなったらっていうことを1日5つ、計35個を書いていきましょうというのが2週、2つ目になります。はい、あ、ごめんなさい、2つ目じゃない、2週目になります。それから3週目に友人に感謝を伝えるなどですね、1日1つの感謝っていうのを表現してみましょう。それは1人この人っていうピックアップ、会社の同僚とかでもいいですし、上司部下っていうか、上司部下でもいいですし、友人って言ったんですけど上司部下でも結構ですし、何か感謝を、紙に書き表してみたりとか、その人に直接ありがとうございますとか、いつも助かってますみたいなことを、ポンと一言言いに行くとか、そんな感じで表現してみてください。なので計7回これもチャレンジしてみてください。これが3週目です。そして4週目は、人生で感謝できる人や出来事について1日1つエピソードを書いていきましょう。できるだけ詳細にっていう風に書いてあるんですが、なかなかその日常生活、休みの日だったらいけるかもしれないんですけど、普段のお仕事の中でそれもやりましょうってなると、日記よりもボリューミーなことになってしまいますから、そこは端的でも結構ですので、一日一つ自分のちょっと過去を振り返ってみて、あの人にこんな出来事で感謝できるなとか、あんな出来事で感謝できるなっていうことを思い出して、ぜひですねそれを書いていくというようなことを1週間続けてみてください。そして5つ目に、人生での辛い体験から学んだことを一日一つ書き出しましょうと。例えば僕だったら5年間のいじめにあってきたとかですね、中学校に入った中1の時に部活で、同級生全員から嫌われたとかっていう経験があったりとかするんですけど、そういうことを書き出してみようと。でそれただ書き出すだけじゃなくて、なぜそのことが起こったのかっていうものも書き出せると、非常に気づきが深くなっていくんではないかなというふうに思います。そして最後6週目ですね。6週目は、朝起きたら自分に気合を入れるために、今日も一日感謝の気持ちを持ちながら行動するぞっていうことを言い聞かせるというような、ちょっとセルフトークに近いところです。セルフトークに近いというか、セルフトークそのものですね。セルフトークっていうのを、していくと。でこれに関しては、今今日も一日感謝の気持ちを持って行動するぞっていうふうに言ったんですけど、自分を奮い立たせる感謝か、自分を奮い立たせてかつ感謝の気持ちがついてくる文言だったら何でもいいです。ただ毎日変えるんではなくて、必ず同じ文言で1週間ですね、朝起きた時に自分に聞かせてください。でこれに関しては頭の中で思うんじゃなくて、ちょっと大きめな声で、自分のその何て言うんですかね、寝ぼけている頭を起こすくらいの声で、今日も一日感謝の気持ちを持って行動するぞみたいな感じで、ちょっと元気よくですね、言ってみていただけたらと思います。はい、ご家族がいる方は、朝からこいつどうしたんってなるかもしれないですけど、こういう取り組みをしてるから、ちょっと付き合ってよみたいな感じで言ってくれたら、理解納得はしていただけると思います。でこの6週間の、トレーニングをした人っていうのは、大体 20% くらい幸福感っていうのをやってない人と比べて、上がって、でしかも6ヶ月間ですね、キープされたと。ということは、今から取り組めば年内いっぱい皆さんの幸福度っていうのは、何もしないよりも 20% 高まっていくわけなんですよ。で幸福度が高まっていくっていうことは、クリエイティビティな発想ができたりとか、あるいはいろんなことに視野がいくようなメンタリティが身につきますんで、2021年を迎えるにあたって新たな目標を作ったりとか、新たなスキル能力を身につけるのにも十分な準備体制を整えることができるという話になっていきます。はい、今から取り組んだら絶対9月の終わりくらいになりますかね、というとこ、ごめんなさい、8月の終わりくらいというところですんで、だいたいですね、11月12月くらいから来年の目標を立て始めるじゃないですか。で1月から取り組み始めるけれども、2月3月くらいから意気消沈していくっていうのが大体のパターンだと思うんですよ、いろんな人の。でそうは言ってもやっぱり実力させたいってなった時に、目標を立てる段階でも幸福度が高いし、だいたい挫折しそうな時期にも幸福度が高いしってなったら、この2つ来る波っていうのをこう高い水準で乗り越えることができるんで、今から取り組むのっていうのは僕個人的には比較的ベストなタイミングではないかなというふうに思ったりしますんで、ぜひ取り組んでみていただけたらというふうに思います。当然運動力も活発化しますし、コミュニケーション能力もアップするというふうにいいことづくめですので、やっぱり感謝っていうのが、自分自身の人生を歩むにおいて、非常にメンタル面にもファンダメンタルの部分にもいいというところですので、ぜひ取り組んでみていただけたらと思います。ちなみに私はですね、今4週目に入ってますんで、4週目ももうすぐ終わるというところですから、5週目6週目っていうところもやって、今終わったら僕は大体7月の半ばくらいの話ですから、1月の中旬くらいまでは、20% の幸福度を高く、過ごせるんじゃないかなというふうに思っています。
まあ、あの取り組みを深ければ深いほど、多分 20%、30%、40%、50%、60%、70%みたいな感じで、ね、高くなっていけると思いますので、まあ、そこを目指してやっていきたいと思います。皆さんもぜひ、一緒に取り組んでいって、こんな気づきがありましたよとか、こんな幸福感感じられるようになりましたよみたいなことをですね、また教えていただけると嬉しいです。ということで本日の動画は以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。